江戸ワンダーランド日光江戸村の忍者小族の男忍者を題材とする作品一覧は忍者が主人公、またはそれに準じるキャラクターであるもの、あるいは作品のテーマに関わる重要な役割を果たすゲーム、文学作品、映像作品、コミックなどを扱う。忍者は日本の民話、文学、時代劇や芸能において古くから人気のあるテーマである。例えば、 石川五右衛門は多くの歌舞伎に登場し、猿飛佐助は1911年以来多くの日本の子供たちの物語に登場している。1916年の無声映画に登場している、甲賀右衛門は最初の忍者映画である。忍者が主題となっている映画や本は日本の大衆文化の花形となり、1950年代以降にかけてあらゆる作品へ拡大していった。 1960年代のテレビシリーズは、恩密剣士がオーストラリアとフィリピンにおいて、日本と同様に忍者が若い視聴者の間の興味を、引き、007シリーズのイギリス映画、007は二度、死ぬげも取り上げられた。1980年代には、千葉慎一主演のテレビドラマ時代劇、影の軍団シリーズが、欧米で、シャドウ・ウォリアーズのタイトルで放映され、コス杉が主演する。 忍者映画がアメリカで制作された。1980年代後半から1990年代初頭にかけて米国では忍者タートルズ。2000年代に入って放送されているナルトナルトによって世界的な忍者マニアが誕生している。忍者と忍び刀な日光江戸村ここに参考として挙げているものは日本の戦国時代や江戸時代を舞台にしており、 突飛な設定のないものである。並びは、年代順。作品発表年が記されていないものは五十音順、または、作家別。忍者が主人公、または、レギュラー的に登場する作品のうち、時代交渉には制限されないが、複数の国にまたがって、放映、放送、講演された作品及び翻訳されて、流通出版されている書籍。 DVD 作品で蒸気の不死に挙げられていないもの。甲賀右門、インターネットムービーデータベース、フロムザーアーカイブス、ブラックベルトマガジン、blacbeltmag.com k、B e L T M A G. Com。2009年11月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年6月30日閲覧。ホンダハリケーン、ハイディング忍者。YouTube。 2019年6月28日閲覧。ダイエットコーク忍者。YouTube2019 年6月28日閲覧。ダイエットコークトレーン。YouTube2019 年6月28日閲覧。ありがとうございます。